こんにちは、えー、っと、森家の,の、なんでも相談室、えー、今日も始めたいと思います。えー、今日もですね、えー、私のチャンネルのコミュニティページに、お寄せいただいた、ご質問にお答えしていくんですが。一問目の質問、この方ね、あの、常連さんなんですけど、このクイズの、クイズじゃないや。質問の、まあ、こういう、どういうふってくるよな。クイズをやる意義は脳科学的にありますかって、だから、ふるなよって、なんか、そういうのさ。あの、えー、っと、もともと、僕、高校生クイズとかね。 あの司会やってた時期があってでその時に、あのー、改正の高校生だった伊沢くんとかが今クイズノックとか作ってやってるわけでねあと松丸さんあの第、ー、五 <laughs> メンタリスト大五のおお弟かなんかも随分謎解きで頑張ってて「いやだからさ俺に言わせんねん」ってだから俺がその言ったわけだよねなんか別にクイズとか別に AI でいいじゃねえみたいな。 あのでもっとクリエイティブにはいろんなことをやった方がいいんじゃないかっていうことを言ったからいまだになんか俺なんかなんていうの名前とそのクイズっていうのが結びついててなんかいこういうこと言ってくる人いるわけよ。ね、だからさ言わせんねんよ <laughs> そういうこと。だからもちろん脳科学的にどうっていうよりもそのクイズやるのもいいよだからさ趣味だからねだけどそれ以外に、まあ、いろいろ面白いことがあるからあんまりクイズだけっていうのはどうなんですかね あのい,いいんじゃないですかエンタメで今テレビ局はの予算がないから予算がなくてあの視聴率が取れるのがクイズなんでしょ、まあ、頑張ってくださいテレビ局の皆さんクイズノックの人しても頑張ってくださいねだから脳科学的に意義があるかどうかというよりも、まあ、頑張ってほしいですはい。まあ、僕はやないですけどクイズはね <laughs> えー、次のご質問ですね、えー、街中で人が倒れたら、えー、リーダーシップを発揮してこれもさっきと同じ常連さんなんですけど迅速に対応できる集団で道に迷った時に迅速に解決策を出せるなど集団が混乱した時にリーダーシップを発揮し迅速に対応できるような頭の切れる人はどういった能力にすぎているのでしょうか、まあ、これはね前にもこれ言ったけど前頭葉の統合作用ですね、えー、エビデンスがあるのは特に右の前頭葉かなここの神経細胞の動期悪化というそういう指標で見た統合作用が高いってことが分かってる。 だ動機発火ってのは一つのパラメーターにしか過ぎないからそれ以上どうなのかっていうのはまた別の話なんだけどまあ今そこら辺研究が進んでいるところでございますねはいありがとうございます次のご質問です植物は痛みに対する神経細胞がないため途中で植物を壊したり木を切っても痛みを感じないと言われました、えー、動物以外の生命はその体を損傷されても痛みを感じないのでしょうか痛みによって苦しむことはないのでしょうかまた動物の中の昆虫や貝などは、まあ、つまり痛みというのはあのー、それがに対して何かあのー だからそのえー、っと何かその何て言うかな例えば痛いっていうところってなんか手どけたりそういうなんか迅速な運動ができるから大事なんでただ植物はだから逆に言うと面白いようにあの例えば挿し木なんかできるよねその植物の組織を取ってこうやって土に置いとくとそこから根が出て生えてくるとか。 頭劇みたいに全然違う植物をこうやって継いでやることができるんで植物の方がなんかその組、うん、組織織体体有機体としてての組織の自由度が高いっていっうただねその痛み動物的な意味での痛みはないかもしれないけど植物も例えば昆虫に食べられたりするとあのいろんな物質を出したりとかあの今食べられてるよってなんかガス空気中に、えー、と発散していく分散していく。 分子なんかを出して相手に教えたりするようなことはしてるみたいなんで全く無防備ではないんですね。で動物の中の昆虫界などはあの要するに痛覚というかえっ、ー、とその何か体に異常が起こりそうになった時、えー、ときにえっとそれに対して対応するっていう運動神経を持ってるわけだから当然それとともに痛みというあの感覚もあると考えられますね。 で痛みってのは面白くてその全てのクオリアの中でも痛みってのはそのは古来哲学者とかがすごい興味を持ってきてペインっていうねで痛みの中枢はどこにあるのかっていうのもなかなかね分かんない ACC アンテリア心理コーテックスっていうところのもうそれも中枢の一つだって言われてるんですけどここにあるんですけど、えっと、<laughs> そこだけではないんだろうだから痛みって <laughs> 極めてあの哲学的にも神経科学的にも興味深い問題だしそれから、えっと、実際にその痛みを抑えるっていう鎮痛っていうのは医学的には非常に重要なテーマでもありますよね。 次のご質問ですね。森先生、こんにちは。私はスノビズムに対して強い恐怖感があります。生きていく上で他人の評価はあまり関係ないと分かってますが、やはり恐怖があり恐怖があります。フローの状態に常にあれば問題がないのでしょうか？しかし、フローは一時的な状態なので、普段は取るのは考えるとすればいいのでしょうか？スノビズムね。僕も苦手だな。スノブは多いよね。でもそういう人ね。まあスノビズムって要するに。例えば学歴でマウンティングしてくるとかさ <laughs> 勤めてる会社でマウンティングしてくるとか。 なんかそういうのガスノビズムってまあいうことだと思うんですけど、まあなあそれに対してどう自分を守るかってことは人生のすごく重要なテーマなんですよね。スノビズムに首まで使ってる人はいいけど、まあでもフローの状態に常にあればっていうかその何かに熱中できるっていうことは救いになるんじゃないかなと思うよ。だってその間はだってスノブの人とか忘れちゃってるわけじゃん。だからお互いに頑張ろうぜ。俺も嫌いだ苦手だからさスノビズムは。うん だから熱中してる間は忘れられるじゃないそれでいいんじゃないかなって思うんだけどね頑張ろうね次のご質問です令和の吉田商品子とも店長先生って何そんな吉田翔吟ほど大人物じゃないか俺は商品先生なんかとんでもないですえっと身内が大手企業に <coughs> 新卒で営業に配属されて働いているんですがやらなくちゃいけないことは理解しているが業務に意味を感じられず私は何をやってるんだろうと悩んでいるうちに行動業務に 映せないいいまままま時間が経っててしううという悩みの相談を受けています。頭で分かっていても体がついていかないということからこれは森先生の言う身体性の問題はないかと考えジムに行って体を動かしたりランニングを始めたらどうかと提案したりしてるんですが先生から何かアドバイスありますでしょうか本年もよろしどうぞよろしくお願いしますとちょっと待ってね今ねそれはねえーっと このカーーネギー俺この本だったかなこれでたまたま出版社からコロナ送られてきたのの新庄社から送られてきたんだこれいつ送られてきたかわかんないんだけどねあのなかかいやほ、ま、ら、あ、俺ずっと郵便とか苦手だからさ開けんのやっと担当者の方やっと発掘しましたよ <laughs> このデルカーネギーのえっとこれだったかあるいはその別の本だったか忘れたんだけどあのー 小学校の時読んですごく感動したのを覚えたんですよそのまさにその営業営業の心得みたいなおらくだからその、えー、身内の方は営業という仕事の意味が分かんないんだと思うんだけど、えー、僕もし営業やったらすごい楽しむと思いますあのそれカーネギー読んでるからデル・カーネギーのこの本はとっても面白いですあので要するにねこの本僕だからその小学校の時読んでこの本だったかどうか、まあ、このカ,カーネギー読んで。 であのー、すごく印象に残ってるのが、あのー、雑談が大事だって話が入ってね栄養ってその相手と言って売り込みに行くんだけど、あのー、自分の商品のサービスとか商品とかサービスの話を最初から言うんじゃなくてまず社長さんだって社長さんの、あのー、雑談を聞いてあげるとなんかその「あっつがお好きなんですか」って,って「えー、そうですかいいですね」って30分とか聞いてあげて「社長今日ありがとうございました」って何の商品とかサービスの説明もしないで帰ってきてそうするとその社長さんがね「おいつなんか?」 営業マンで来たのに、なんか全然自分の商品とかサービスの話しないで、あの釣の話だけ。私の釣りの話だけ聞いて帰っていっちゃったけど、じゃああいつの商品とかサービスの話、今度聞いてあげようって言って聞いてくれて、契約が取れるみたいな話が確か書いてあったんですよ。この本だったかな。だから、あの営業は営業で面白いんだよ。脳科学的に言っても、ってか意味がないことはないんですよ。仕事ってのは。ただ、その業務の効率化とか、そういうことを考えることはあるかもしれないけど、それはそれで自分で。 もしそういう立場になったら提案すればいいんだよってねいや面白いと思うよ営業だからあのぜひこの本か、えー、とカーネギーの他の本だったかもしれないんだけど、えー、おすすめしてみてください「How to influence how to influence and influence people」って現代のやつだったかもしれないなあの次,の次のご質問です頑張ってくださいね次のご質問です自分が多くの人のおかげで生きていること感謝すべきことは理解するのですが感謝するのがどういう感情なのか実感がありません 感謝という言葉は頭で思うことはできても、うちからそれに該当するような感情がわく経験はありません。不自由なく生きてきたのかでしょうか。<laughs> そっか不自由なく生きてきたのか。いいな。いや、アンシュタインは、アンシュタインがね、その。自分がいかに多くの人に、えっ、ー、と、支えられてるかっていうことを考えるっていう。だから例えば、ここに俺もう食べちゃったけど、あのプリングルスの。スーパーカップ、鶏ガラ醤油ラーメン味っていう。あの、ね、コラボのカップがあるわけね。ね、これ食べちゃったんだけど。 ただじゃがいも農家の人が作んなくちゃいけないしじゃがいも農家の人にはひょっとしたら肥料を持ってくる人いるだろうしそれからこのなんていうか鶏がら鶏の育って養鶏農家のせ方々もあるし醤油作ってる方が要するにらこの1個の商品ができるまでにこうデザインした人もいるだろうしねこれ僕塩谷健っていう僕の友人に似てるんで塩谷って体重120キロの鉄ガラなんですけど。 いつも「デブ塩」って言ってるから「デブ塩チップス」って僕はプリングルスのことで言ってるんだけどだからそういうことなんですよあの要するにどっちらかというと感情の問題というよりはもちろん感情の問題でもあるんですよだけど感謝ってむしろその我々を囲んでいるネットワークをいかにちゃんと知覚するかということなんですどっちかというとアインシュインが言ってるのもそういうことなんでだ感情が湧くというよりは実際に我々がこうやって支えられてるっていうことを知覚するという。 ことなんじゃないかなと思いますけどね、えー、次のご質問ですね森先生こんにちはよく本など新しい知識や物事を深く考えているときに内側から押してくるような痛みを感じます何か良い解決策あるでしょうか深く考えていると内側から押してくる痛みを感じるん まあ、血流量の変化があるから、それに伴う。何か生理的な反応である可能性もあるし、ある種のストレス反応である可能性もあるんだけど、あのリラックスすることじゃないかな。ひょっとしたら緊張してるのかもしれないですよね。あの、頭痛って意外と緊張と深く結びついてるんですよ。だからひょっとしたらね。新しいことやるとか物事深く考えようと思って、自分を自分で緊張させてる可能性があるから。 リラックスすることがすごく大事だと思いますけどね。あの、もしあまりにもひどかったらちょっとメディカルなあのお医者さんへの相談とか必要かもしれませんけども、えっ、ー、と大事なさってください。リラックスして考えましょう。はい、次のご質問です。えー、私は20代後半にして恋愛経験がありません。女性に嫌そを抱いているわけでもなく、ただ出会う人に結婚したくないの？ないの？な付き合う人もないかと判断して関係を深める努力をしていません。現代の日本の若者は恋愛に消極的な人が増えているようですが。 ズバリ恋愛は人にとってどういうものなのでしょうか、まあ、これも何て言うか,ごめんですからね恋愛ってさあの自分と相手がいるじゃないだから自分だけのことじゃないからだからな何歳じゃないと何歳になったら恋愛こういう風にしなきちゃいけないとかそういうこともないわけじゃないだからリラックスあのこういうことってさリラックスして、ね、自分で生きてるとその自分の一番良さが出てくるんですよ。 だとにかく人前で恋愛というよりもね人と親しくなるということが大事なんじゃないかな異性と同性関係なくで親しくなって自分らしさをリラックスして出してると、まあ、恋愛を含めていろんなご縁が出てくるんじゃないかと思うんで是非リラックスして自分らしさを出すようになさってくださったらいいかなと思います。えー、次のご質質問問ですね。ささんこんばんんこばは。えー、森さんは何何度か前に何々について質問した ののものですというように前置きやコメントされることが出ますがここにおけた質問や相談のキーワードだけを見ればどういう質問この方前にも来た方かなどういう質問どういう相談の内容だったかどう答えたか思い出されるのでしょうか思い出される期間としては以前にもおっしゃったように1週間程度は思い出すことがあるのでしょうかこういうすごい非典型的な人ですよねユニークな方で。どうううしててこういう質問が出てくるんだろうあの なんていうのかな印象的な方は覚えてますよねああこの方印象的だなっていうかこのだから今この、えー、質問されてる方もあまたこういう質問してくるんだって,って覚えてますけどええー、っとそうね半減期どれぐらいなのかなまあ1週間ぐらい覚えてるじゃないですかただこういう非典型的な方はおそらく1年後でも覚えていますよね、えー、変わった質問してくるなみたいな。いいんですそれがあの、ね、あののね なんていうかその人のの人持ち味なんででねねこれからもよろししくお願いしますす次のご質問です、ねえー、とプロロングとエクスポージャーに考ええーっとまあ、プロロングトエクスポージャーっていう、まあ、僕全ての悩みは脳が作り出すっていう本があってその中にプロロングとエクスポージャーこれあのトラウマどう乗り越えるかって話ですねで長文なんでちょっと端折っていきますけど要するにみんなが集まる場所が、えー、っと苦手な人がいたり学校が苦手な人もいるんだけど 苦手という感情が解消されたとしてみんなが集まる場所に残るとまた同じことを繰り返しになってしまうと。でえー、っと長い期間多面的に脅威にさらされた場合もしかしたらよくなるかもしれないけど <coughs> もちろん間違い全く逆効果に働く場合もあるんじゃないかと。えー、っとプロロングテクスポージャーが効かないような人はどうすればいいのかプロロングテクスポージャーってのはそのはあれなんですね、えーっとある経験が 自分にとってトラウマになっちゃってるとか苦手な感情になってる時にそれを乗り越えるために自分の中でそれがどういう意味があるのかってことを整理するっていうそのことによって前向きになれるっていう考え方なんですけどでこのご質問はあれですよねあのそう言っても苦手なところがあってプロノグエクスポージャーだ,けのえーだけではうまくいかないんじゃないかそうですねだプロノグエクスポージャーは一つの要素でしかないんでえっとやっぱり あ、自分が安心できるというか、あのゆったりリラックスできるということから、少しずつ世界を広げていくのがいいんじゃないかなと思いますけどね。無理してあの自分がリラックスできないところに行く必要はないんで、自分がリラックスできるところで、自分の楽しめる活動をしながら、徐々にその世界を広げていくっていう形にしていくといいのではないかなと思います。はいえ、次のご質問ですね。ええー、と、私は韓国語を勉強して3年が経つのですが。 韓国人の友達もでででき、きコミュニケーションするることができる勉強してもなかなか成果できない時があったんですが「サイレントピリオド」の動画を見て頑張ることができましたイエス栄養、えー、の勉強についても挑戦していこうと思うんですが自分のペースで少しずつからでもべん、えー、と英語を勉強していくことは可能でしょうかそれは可能でしょう俺逆に韓国語全然分かんないもんすごいよ韓国語できるなんてもうこれはこ今日の拍手、ね。サイレントピリオってののはその が外国語学習においてなかなか成果が見えないように見える時期があるんだけど実はその間も脳のシナ,シナプスケとかはつないかという考え方で,で英語もぜひ、えー、やってみてください。えー、俺も韓国語やるなかなか時間ないんだよねでもすごいと思いますあの勉強されててありがとうございます、えー、次の質問ですね、えー、っと私は大学生なのですが2020年はコロナの影響もあり外出を控えてとにかく本をたくさん読んだと,、えー、っとただし本をただ知識を貪るように読むのは 活いという媒体を通して著者の持っている知識や経験などの情報をただ享受しているだけで知的生産性の高い情報ではないのではないかと思うようになったと。だからすで、えー、に、えー、真に良質な発見は書籍か,か,から得られなくて何でもない経験やものでじ、えー、自分で情報を生み出す力が真に知的生産性の高い活動ではないかと思うようになったと。いやでも文章素晴らしいですね。あの決定だ いや気づきはやはり実際のものは経験を通して得られると考えていますいやその通りだと思うこれはこれは素晴らしい文章もいいし本当そうですねあのだからそうなんですよだから本を読んでいろいろ知識を得るんだけど一方で実践だから今東尚博さんのね言論戦記なんかやっぱり読まれているのは東尚さんもちろんもともと存在の郵便的ででデ,デビューして学問の世界ずっとやってる人だけど一方で言論っていう その運営経営もやっててその両方があるから東さんの言ってることに説得力が出てくるんでやっぱり現場って大事なんですよね大学生なんでしょそうだよな大大学生今大変だもんからんかでもサークル活動とかさいろんなところ会合に出ていったりとかなんかその現場人にあなんか自分が動くってことをやっていくとその東さんで言う言論カフェみたいな両軸が出てきていいのかなと思うんでなんか現場をこの時期で難しいんだけどねあの持ってったらいいなって。 思いますよね。はい。次のご質問ですね。えー、早速ですが、えー、森さんは松田聖子という快楽という論文をお書きになったことがあるんでしょうか。Google スカラーで検索しましたが出てきませんでした。いや論文、あのそもそも論文って我々の業界英語でしか書かないんで、あのまああの分野によっては社会学とか日本語で書くのもあるんでしょうけど、松田聖子という快楽っていうのはね、これ論文というよりもあのね。 どっかで頼まれてエッセイ書いたかあるいはね、えー、とどなんか雑誌のインタビューに答えて松田聖子さんのこと言ったのかもしれないですね。松田聖子さんってやっぱり歌手としてはもうすごい能力を持ってる人で僕「ルリードの地球」が一番好きですけどやっぱ女性としての生き方っていう意味においても,もう大変興味深い方ですよね。ちょっととねねこれ後で探してみます、ね、あのだからそういうういいい論文を書いたというよりも エッセイ書いたかあの雑誌のインタビューに答えたっていうことだったと思います次のご質問ですね、えー、大学生ですと,、えー、と日本の大学は散々求める人材等と掲げたのに結局は点数の高い人順でに人物入学を決めてることに違和感を感じますそれはそうだよな、えー、質問なんですが海外の大学で養成する人材等とかをどう担保しているのが気になりますこれだからねあのミッションステートメントっていうかあの アメリカの大学とかのアドミッシションポリシーととかを見るといいですよこれは本当に面白いですあのこういう学生を求めてるとか例えばハーバードとかだと、えっとね、ホームスクーリング、えー、家で勉強してきた人学校行かないでそういう人たちの入学者の事例とかも出してたりとかあるいはミネルバ大学とかねミネルバ大学なんかはかなりちゃんとしたミッションステートメントをしてらっしゃるんでそういう先端事例を。 あので日本の大学もね結局ね国際なうんちゃらとかね情報うんちゃらとか言ってそっちの方向に行こうとしてるんですけどなかなかやっぱり人ってさ育てるの一番時間か,かんのよだから日本の大学人が今まであのペーパーテストの点数でやってきてで急に変えろって言ってもなかなか変えられないんだよね。まあ、でも日本の大学も結局そういう方向に行こうとしてるんでそれだったら先端事例であるアメリカの大学とかのアドミッションポリシーなんかをあのネットで調べて。 英語もし、まあ、できるんだったら英語で読めたいし苦手だったらちょっとあの Google トランスレーショントランスレートを使ったりしてやってみたらいいんじゃないかなと思うんですけどおおまた来たかいらっしゃい、えー、前回聞き方と尋ね方の違いに関して引っかかってまた最後ですと。 メールで前回でメールだけでなくその他の文章中文中でするべきだったと思うと書きましたが後から考えるとメールを含めたさまざまな文章中文中手紙ツイッター YouTube のコメントその他と書けばよかったと思うんですが <laughs> そ,のそのようにしても毎回前回違う送ったものその内容の違いはないと尾身さん自身思いますかはい思い思ます <laughs> この方本当にユニークな方ですごいですよねのこ,うあのこのこだわりでちょっと文章を自分で書かれたらいいんじゃないかなと素晴らしい。 あの興味深いご質問ですので皆さんもぜひご覧くださいか僕は変わんないと思うよそこは次のご質問ですね、えー、森先生に質問です政治に関するコメディを一から作る場合これはプロジェクト学習として成り立つんでしょうか成り立つでしょそれは俺だから今朝もああのあの政治コメディ自分一人語りでやったけどあの面白いよやってみたら本当面白い昨日はね日韓関係についてのコメディから並ぶ日韓関係っていうあの コメディ上げといたけどやっぱりいろいろそういう際に勉強して考えないとあのヘナチョコなコメディでもできないんでぜひちょっとやってみてください面白いですよぜひお勧めします次のご質問ですね洋画を字幕を見ながらと見るときの心得についての質問です 字幕を見ながら聞いても音のつながりとか分かりづらくて何度も巻き戻したり速度を0.5倍速にしてやっと何となくわかる場面があってすごく時間がかかりますこういう場合には字幕をき見ているのに聞き取れなかったという部分があっても巻き戻しとかせずにずっと一気に見てしまった方がいいんでしょうかはいそうですね <laughs> あの0.5倍速とかしない方がいいですというのはだって日常会話は0.5倍速にならないからだからあ,のあくまでも聞き流すで らだからサイレントピリオドで一見わかんないように見えてもちゃんと脳の中では結合が変わってきてるんでとにかくあの字幕を多様にならしながら見ててそれを何十本何百本と見てるうちにだんだん字幕を見ないで英語を聞くようになっていきますからだからとにかくたくさん見てください0.5倍速とかはあんまり使わない方がいいと思います次のご質問ですねえー、何えー、回答あるブレイン ロック現象パラシュートの墜落やブレーキの踏み忘れなど突然の物忘れを防ぐために普段から何をしておけば防げますかこれ難しい話やなヒヤリとかハットとかなでもやっぱりうん難しいんだよねこれねでもあのね指差し確認とかやってらっしゃるじゃないですかなんかその動作とかプロトコルに結びつけるっていうことは大事だと思うんですだから物を考えてるっていうよりそのなんか必ずそういう動作をする我々歩く時ってさ 何も考えずに歩いてるじゃんやっぱりそういうに習慣づけて無意識のうちにそういうことをやれるようにした方が比較的そういう現象は起こりにくいのかなと思うんですけどね次のご質問ですねえー、初めてコメントさせていただきますと私あということはこれで終わりだお疲れ様でした今日も本当にいろいろ素晴らしいご質問ありがとうございました本当僕も勉強になってるんであのまた、えー、とご質問お待ちしておりますえっ、ー、とこのね「あの何でも相談室」が本当に一つのコミュニティとして あの育っっっててていいくれたらいいなって思うんです僕あのほらオンラインサロンとか好きじゃないじゃないだからこういう形でみんなに公開される形であのお互いにこうやってやりとりできるっていうこういうプラットフォームとしてこれもすごく大事に育てていきたいなと思うんでまたじゃあ明し会いましょうお目にかかりましょう <laughs> まあ毎日これ入れるの大変なんだけどねそういうねまあ頑張りますありがとうございます。皆さんも会いましょう